江戸もワッキーです。さあ、今日はですね、大阪は今天満にやってきてまして、ワッキータイランドの方で、タイフェスティバル2018年大阪に行ってまして、でそこをちょっとね夕方抜けましてですね、まあ、いつもご紹介しております、ステーキたけるさんの、牛カツバージョンのお店、去年もね一回ご紹介したんですけど、そちらはね日本橋の店舗の方 でこちらは天満店の方ですね、まあ、カウンター席しかないんですけれども、かなりね大人気ということ でちなみに前にねハイジーさんが食べてたのがこちらですね、牛カツにそばがセットになったやつ、これもねめちゃくちゃうまそうだったんですけど、他にもね黒毛和牛鉄板焼き定食っていう、もうめちゃくちゃそそる定食もありますね。で定番の牛カツ定食がこちらでございますね。このね牛カツのたけるスペシャルセットっていうのもね、観光客の方にかなり人気だそうですよ。いやこのセットはやばいな。牛カツはもちろんなんですけど、ローストビーフのお茶漬け、そば、キムチがついてて、で2100円ですか。でなんとですね、牛すじブラックカレーあると思うんですけど、あのカレーとそれから牛カツで、あとご飯ですか、この3つがね夜の時間帯だけ食べ放題があるんですよ。このコロコロ牛カツブラックカレー、これがねおかわりが無限だそうでして、まあ実はさっきあのタイフェスティバルの会場でね結構食レポしてきたんで、胃袋は空ではないんですけど、まあ、タケル系列で食べ放題っていうのは僕初めてなんで、今日は牛カツのタケルで牛カツとカレーとご飯たらふく食べていきたいと思います。いってきます。店内入ってきましたけど、1年前の牛カツタケルは日本橋店の方で撮ったので、まあ、ちょっとこっちはこっちでね雰囲気が違うんですけど、で目の前にね鉄板があって、お肉をね自分で焼きながら、食べると。でねこのねアルコールランプに変わったんですよね。これだと火のこう持続時間というか、これも結構長く使えるんでいいですね。でやはりねあのタケルですから、卓上の調味料はステーキ屋さんと同じでございます。牛カツのねお店ですから、この昆布醤油はねあるんですけどね、ハイジーさんが前食べてた牛カツとあのそば、めちゃくちゃ食べたいんですけど、まあ、先ほども言いましたけど、タケルの牛すじブラックカレーとあと牛カツご飯ですか、これがねおかわり自由のがありますんで、ちょっとそれの食べ放題をね行っちゃいたいなと思います。牛カツのね食べ放題は普通に定食として提供してる牛カツと同じ牛カツ、切り方が違うんですけど、でご飯は最初は200、300、400グラムから、まあ、選べると。いやでもあの牛カツの食べ放題ってやってなくないですか、他の店で。ちょっと今日は新しい世界に突入したいなと思います。それではいただきます。うわこれちょっとすごいな、肉ゴロゴロ入ってるなこれ。うわまずあの牛すじブラックカレー食べ慣れておりますけれども、挨拶がてら、いつもの味だ。カレーうまいっすよ、すじのこの食感とね、いつもあのステーキ食べた後にカレー行ってるんで、いきなりカレーって初めてですね。じゃあ最初からカレー食べるとこういう感動が待ってるんだな。あ、うまい。こちらが牛カツでございます。前に焼かなくてもねもう全然大丈夫なやつですね。あ、牛カツうまいね。何もつけなくても、もう衣のねちょっとした甘みとお肉の旨味がね、でこの牛カツにブラックカレーをつけて、これはこれやばいな。
カレー屋さんではありませんからね。この牛すじブラックカレーはね、最初口の中に入れるとね、ちょっと甘みを感じるんですよ。いろんなこうフルーツも入ってるみたいで、企業秘密なんですよね、中身わかんないんですけど、ちょっと赤ワインというかね、途中からコクがね、を感じるんですよ。最後スパイスのこのピリッとした辛みがね、口の中に残って、その後まあ白いご飯がね、食べたくなってしまうという。これ食べ放題はすごいな。マジで幸せだこれ。あまりご飯高くいっちゃうと胃の容量が埋まっちゃうんで、なるべくカレーとカツを食べたほうがいいですね。そしてですね、こちらキムチを。うまっ。辛みよりかね、甘みと旨味の方が勝ってて、あ、ご飯に合うように作ってるわこれ。このキムチうまいわ。いつもだったら原発がこうやって減っていくと悲しくなってくるじゃないですか。かなり自由なんですよね、お店。大丈夫かなこれ。卓上の調味料、これ一回も使ってないですよ。これだけでも十分楽しめるっていうか、揚げ物にね、ガーゲンとかね、ふりかけて食べるのが結構ハマってまして、ピンクガーゲンがあるんで。塩は合うね。キムチ牛すじブラックカレー、これ結構でかい。食べ放題は17時半から始まるんで、この時はね、もうこれだけの列がすごいできるみたいです。じゃあもう、これしかないですよ。これ食べ放題なんでね、もちろんおかわりできるんですけど、一旦終わりにしまして、前ハイジーさんの動画でこの牛カツタケル天目店でしか食べれないとんかつがあるんですよ。これ250円なんですけど、これがね、天目店でしか食べれないとんかつらしいんですよね。とんかつやってきました。カエとんかつでございます。特製のソース、これがねかなり動きらしいんですよ。ハイジーさん、僕もやっとトンカツ食べれますよ。柔らか、うまこれ。お肉柔らかいし、油が甘い。あ、いつも油甘いって言ってますけど、さらに甘い熱が加わってて、これもサクッとしてね、ソースあるんで、このソースつけて、香りがね、絶対うまいわ。マヨネーズベースのねソースなんですけど、肉と合うね。うん、東京にはね、牛カツのタケルないんで、やっぱ大阪いいですね。ああ、トンカツはね、からしも合いますから。うん、最後の一枚。はい、ということで牛カツのたける天馬店で食べてきましたけれども、もう見てください、大行列になっております。食べ放題で頼んだんですけどね、ちょっと僕の胃の容量がね、あの空ではなかったんで、まあでもデフォルトのご飯 300g と、牛カツと、あと牛すじゴロゴロのブラックカレーもね、まあ、完食させていただきましたけれども、17時半以降になると、先ほどの僕らの食べ放題が食べれますんで、結構並ぶらしいんでね、美味しい牛カツと牛すじブラックカレー、一緒にねお腹いっぱい食べてみてはいかがでしょうか。とんかつもねうまかったです。それでは、先ほどブラックカレーの写真、あのインスタに上げましたので、ちなみに僕はあのインスタグラムやってますからね、インスタグラムもよろしくお願いします。